いい加減話をつけようと思って。どうして言ってくれなかったの？思ってることちゃんと話して。カナンが私のことを思うように、私もカナンのこと考えているんだから。将来なんか今はどうでもいいの。留学？全く興味なかった。当たり前じゃない。だってカナンが歌えなかったんだよ。放っておけるはずない。私がカナンを思う気持ちを甘く見ないで。だったら素直にそう言ってよ。リベンジだとか負けられないとかじゃなく、ちゃんと言ってよ。だよね。だから見つかったら怒られますわ。平気だよ。あなたは？ハグ。え？ハグ。しよう。